はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今回はですね、手筋講座切り違いが怖い方へということでね、お話ししていきたいと思うんですけども、切り違いの法則っていうことでね、もう1年前ぐらいですかね、動画上げております。そこではね、切り違いすごく難しいななんていうふうに思っている方のためにですね、私はどのような順番で、法則立てて考えているかっていうのをですね、過去の動画で上げてますんでね、そちらまだ見てないよとかね、興味があるよなんて方はね、ぜひそちらの方をご覧になっていただければと思います。切り違いって嫌ですよね。でまたね、切り違い一方伸びるの格言がですね、ものすごい有名なんで、どの時でも一方伸びてっていうことね、非常に多いんですけども、ただね、プロの先生の碁とかを見てると分かると思うんですけども、なかなかね、切り違い一方伸びようだけではないんですね。もちろん伸びる時も半分ありますですけども、当てる時も半分ぐらいあるんですね。なので結局その格言だけではなかなかね、実戦打つっていうのはね、難しいところはありますので、今回はそのちょっと応用編ということで、前回に続く、だいぶ前なんですけどね、前回に続く応用編ということでやっていきたいと思います。さあこのような局面で、黒がどのように打ちたいですかということですね。でまたちょっと天元に石がありますんでね、これがちょっと注目で、シチョウがいいよっていうのが今回の一つ前提条件。これもちろん左上隅のね、星とかにあっても同じなんですけども、シチョウがいいということを要は強調したかったということになります。さあこれね、どんな形からできるかと言いますと、これね、よくミニ中国流じゃなくて、ごめんなさい、これね、中国流という形からね、こうかかって、白が受けるぐらいがね、よくあるんですけども、ここでこうつけて切り違いしてきたよという時に、どのように考えるかということで、またゆっくり考えたい方ね、動画止めて考えてみてください。さあこれね、非常に実戦で応用範囲の広い形になるわけです。でこれ切り違いっていうのは、ここの4つの形を言うわけですけども、実戦においてはですね、この時にやっぱり一間飛びの位置に白石が、相手の石がいるとかね、桂馬の位置に相手がいるとか、いろいろと周りの状況で結局そういう切り違いって変わってくるんです。この4つだけ見たらいつも切り違い同じですけど、周りの石に合わせて使う筋も変わってくるよということになるわけですけども、さあこの形の場合はどうするか。切り違いは一方伸びようということでね、伸びたくなるかもしれませんが、ここではですね、当てるのが正解なんですね。この結構一間飛びにあるときはですね、一回当てて、ここの連絡をちょっとね、こう狙うというのはね、よく出てきますね。で、この時に、当たりはこれ逃げる一手だと思いますけども、ここでちょっとした筋がありますね。主張がいいときは実戦でよく使えます。ここでですね、伸びていく手が正解ということになるんですね。この手がですね、次にこの主張を取る手と、ここに突き出す手を要は見合いにしているわけです。例えばこのように来るとですね、一目取られてしまうんですが、突き出まして、これは取るぐらいですけども、それからかけ継ぐとですね、これは隅を非常に大きな形でね、荒らすことができましたから、これはもう黒が大いに成功ということが言えます。はい、ですからここで、白もね、こっちを連絡するぐらいかなと思うんですけども、そうしたらこちらをね、取りまして、やはり黒としては、切り違われたもののですね、この一目を取ることができますんで、十分な結果を得ることができるということになるわけですね。はい、ということでここではね、この筋もよく出てきます。一回当ててから伸びて、主張がいい時の切り違いの一つの法則ということになるわけですね。でここでね、じゃあ伸びてしまうとなんで良くないかっていうことなんですけども、黙ってね、切り違い一方伸びようで、こちら伸びるとですね、やはり当てられまして、それからこれね、やっぱポン抜き嫌だなということで逃げると、このように打たれて、これはですね、結構なんですかね、黒としてはね、うるさい形なんですね。戦いなんですけども、割合怖い形になるわけですよ。こんな風に伸びられてね、これがね、ちょっと下ずっと這う気しないですよね。2戦をいっぱい這うっちゃうと、どうしてもね、2戦は敗戦なんていうこと言われますから、這う気がしない。こうやって切っていくぐらいかなとも思うんですけども、こうやるのは一つの筋になるわけですが、ですがこれはですね、跳ねられまして、要は次ここ主張で取ろうとしてるんで、跳ねて、でこの2目は取れますが、ただ白さんもこちらを取りましてね、結構右下隅の地が大きな形ということになるわけですね。はい、なのでこの図はちょっと失敗ということになります。はい、なのでじゃあもう一つ切り違い一方伸びようということで、こっちの伸びもね、当然考えられると思うんですけども、これもですね、当ててからこうつなぐ手がね、白としても最強の手になりまして、さあこれでね、また意外とちょっと戦いにくい形になるわけですね。もちろんこちらを逃げたいんですけども、こちらを逃げますと、そうですね、一度こちらに、グッとね、押しまして、これはちょっとね、様子見で、跳ねてくればですね、例えばこんな風になりまして、これもね、結構黒は嫌な形なんですね。次ここ跳ねられるのも嫌だし、かといってこれやると切られちゃうんですよね。切られてここの2目がちょっと逃げれないですね。こんな風に当てて取れればいいですけども、先に取られてしまいますよね。かといって下から当てるんじゃちょっと
これもやはりね、行ってもちょっと自慢にならない形なんですね。例えばまあこんな風になりまして、これもまあ非常に辛い形ということが言えます。ですから、まあちょっとそうですね、これもまあ開始早々ね、ちょっと白さんの中国流の方で戦いが始まってちょっと苦しい展開になってしまうかなというところですね。はい、なので、まあ、非常にね、当てからの伸びというのを使うとですね、簡明にかつ黒が不満のない形で切り違いに対して対応できますということになります。はい、ということで、まあその他ですね、最終言ったね、過去に挙げた切り違いの法則の方では、相手を空き三角にするパターンとか下がり形にするパターンとかね、そういういろんなパターン出てきますんで、まあよりね、詳細知りたい方はね、ぜひそちらの方を見てください。まあこれがどちらかというと応用編という形で、そちらが基礎編ということになるのかなと思います。はい、ということで、まあ今回以上になるわけですけども、一つここでね、告知の方がありまして、実はですね、これもう本当に昨日決まったほやほやのね、企画になるわけですけども、4月7日にですね、プロ棋士の大橋先生にですね、ガチンコで対局するという企画があります。これはですね、本当に私としてもですね、まあ1000番で挑みますから、非常にこれ貴重なね、経験ということになるわけですけども、まあもちろんただね、プロの先生に1000で1人で勝つっていうのは不可能です、正直。これはちょっと相手がね、悪すぎますんで、まあそこでですね、強力な助っ人、私と、まあ以前ね、AI との対局動画なんかでも載せた横浜囲碁サロンの講師の杉田と小熊っていうね、強力な2人の助っ人とですね、一緒に3面打ちで大橋先生にはやってもらうということになっているわけですね。で、3人のうち1人でも勝てれば横浜囲碁サロンチームの勝利ということで、まあ、実況対局、講談社は何を考えているのかでよくやってますけどもね、実況対局で私の考えていることを話しながら大橋先生に挑戦していこうということになります。で、まあ3面いっぺんにはね、もちろん載せることできないんで、まああまりね、イベントの方では載せれなかった方の対局っていうのはこの YouTube でもね、ちょっと流せたらね、面白いのかななんていうふうにも思っておりますけども、まあ、まずはね、そのオンラインのイベントの方でぜひね、リアルタイムで応援いただけると嬉しく思います。まあ、そのね、イベントの概要もね、ちょっとリンクの方を貼っておりますんで、ぜひ動画下の方でね、確認いただければと思います。はい、ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日いろんな動画上げておりますんで、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。